亀谷貴正の決闘の教室。さあ今回は亀の説法で、はい、こちらの決闘の教科書を、ね、バイブルを使って、そうですね、はい、まあ44ページとか45ページとかね、はい、コースの特徴と求められる能力、ですね、これは競馬ではね、決闘が偏るものだっていうので、はい、まあレース条件に適応した血統だけが生き残る、はい、まあ、だから環境に適応した血統が強さを示して生き残り、それ以外は淘汰されていくというので、はい、血統っていうのはだからその環境が限られている以上は偏って当然なんだっていうかね、はいはいはい、うん、だから日本がサンデー系だらけになるっていうのは当然であって、はい、サンデー系は細かく、うん、P サンデー系とか、はい、T サンデー系とか D サンデー系とかに細かくなっていくし、はい、それ以外はそれ以外で大雑把に分類してしまって構わないということですね、馬券的には。はいはいはい、うん、なんかこう時系列的とかで見ていくと、はい、なんか型特定の血統だけ細かくしていくのは変じゃんみたいになるけど、はいはい、いやでも実践的に馬券で使うんだったら、はい、日本だったらサンデー系を細かく見ていかないといけないし、はい、逆にヨーロッパだったら、うん、ノーザンダンサー系とかを細かく分類していかないといけないんですよね。はい、はい、でまあ実際にサンデーを持ってるか持ってないかだけでも全然有効で、ただサンデー系が強いレースはサンデー系の中でより細かく見ていくことが大事なんですよっていうことで、はい、まあ、例えば宝塚記念なんかは主流レースじゃない、はい、主流じゃない距離で内回りじゃないですか、はいはい、だからサンデーを持っていないことが、うん、有利なんだみたいに、はい、それだけの視点でも馬数が一気に絞れちゃうんですよ。大雑把に絞れる、大雑把に絞る。例えば宝塚記念なんてね、はい、去年の宝塚記念、はい、2018年の宝塚記念なんて、はい、父も母父もサンデー系じゃない馬は5頭しかいなかった、はい、うん、でその5頭のうち3頭が1、2、3、1、2、3まで、うん、それで終わりっていう、5頭ボックスで取れた、取れただったらサンデー系はじゃ残りはみんなサンデーのうちを持ってるんで、るもっと細かく見ていこうを見ないといけないし、はいはいはい、サンデー系をタイプ分けしていって、はい、なおかつ母の父を見るとか、はい、まあ、そういう感じになるっていう、だから馬券的に効率がいいのは主流じゃないっていうことだけでくくっちゃう方がむしろ効率がいいのかもしれない、ね、はいはいはい、そうですね、主流のコースには主流の血統がどんどん出てくるますもんね、うんうん、まあ、さらにね効率がいいのは、まあ、今のやっぱ芝の千里とかは美味しいですよね。芝千里だからサンデーが父サンデー系が強くない、はい、挙句フォーティーナイナー系が強いっていう、この2つのポイントだけでめちゃくちゃ絞れちゃいますから、はい、そうですね、この P45 にも書いてありますけどね、はい、2015年以降で父サンデー系が勝ったのは1頭だけなんだと、ストレートからだけで、あとはサンデー系じゃない、はい、あとフォーティーナイナー系が特に強いって書いてあって、はい、2018年、これ2018年に出した本だから、はい、高松宮記念の結婚も分かんなかったんですけど、2018年はないですね、はい、2018年は結局サンデー系じゃないアドマイヤムーンが、はい、春秋連覇してしまった、はいはいはい、それぐらい同じ馬が走りやすくもあるわけですよ、うん、それだけそのサンデー系ばっかりで淘汰されてるから、はい、49ナー系の強い馬っていうのはあんまり多くないからね、うん、それだけでまた2018年も書いてないのに当たってしまったなるほど、そういう感じなんですよね、そういう構造はこれからも続きますよっていう、はい、1200m っていうのはもう GI に限らず、うん、もう同じ傾向、まあ、1200m はだからそのサンデー系であるかないかだけでもこう、はい、うまく馬を分けれてしまうんで、はい、それを利用する馬券術とかもできますよ、なるほど、そういう感じですね、次回もこちらの決闘の教科書を使っていろいろ勉強していきたいと思います。以上、亀の説法でした。